はいどうもこんにちは、えー、こちらねソフトバンクエアのエアターミナル5なんですけれどもちょうど使い始めて1年くらい経ったんですね。で1年経った経ったんですけれどもなぜかですね地震レベルが低下してきましてここでね本体でも地震レベルが確認できるんですけれども本体は3つのランプがついてて。 まあ3つで最高なんですがこれが2つになったり1つになったりあるいはねつかなくなったりということがこの頃ね起こってきてで1年間同じ場所に置いてたんですけれどもなぜかね地震レベルが低下してきて今ね違う方の違う窓際に持ってきてで これ詳細な受信レベルはパソコンのセットアップページっていうのでね、確認できるんですけれども、それを確認しながら、こう本体をね、いろいろ位置を変えてるんですが、この LAN ケーブルの端子がある方、まあいわゆる裏面ですね、これを窓際に向けた方がどうも感度が良くなるような感じなんですよ。で、多分ね、若干こうラジオのバーアンテナみたいな感じで、 えー、指向性があるのではないかなと思うんですけれどもね、えー、この後ろのね端子側を窓の方方に向けたがが感度いいいようでございます、えー、こちらがですねパソコンのブラウザで見ることができるセットアップページの画面なんですけれどもここで詳細な受信レベルを確認できるんですけれども現在ねイエローゾーンになっていることが多くて。 これあの使い始めた頃は割とねこのレベルメーターが右側の方に触れていてあの青いね青いバーが出てってあ今ね出ましたけれどもこれがね3つくらい青いのが出てたんですけれども同じ場所で1年間使ってたにもかかわらずですねなぜか最近はね地震レベルが低下してこのイエローゾーンになってることが多いんですねねそししてこれピークでね62くらいしかレベルがね。 上がらなくなってしまったんですね。えー、そういったわけでですね、今あのパソコンのセットアップ画面のレベルメートを見ながら本体をこのようにね動かしてみてどのくらい、えー、受信感度レベルが上がるか実験しております。えー、もしねあのレベル上がるようでしたらまたね、えー、動画の方でご紹介したいと思います。それではまたお会いしましょう。